人工大理石のテーブル。足まで一体形成表面に透明な層を有する人工大理石のバスタブ。テラゾー人造大理石に似せた人工大理石。人工大理石はアクリル樹脂やポリエステル樹脂を主成分とした人工素材で大理石の代用品としてキッチンの流しや洗面台、風呂などに広く使用される。加工性や着色性に優れ、 型があれば量産性にも優れ、その場合はコストパフォーマンスにも優れる。均一な素材であるので透明感の表現などには適している。割れにくく耐久性もあるのでステンレス製とともに住宅用流し台としては最も広く使用されている。天然大理石と比較すると柔らかく傷つきやすく熱に弱い。型が必要になるので一点物の,の特注品には対応が難しい。 また、主成分は樹脂なので、天然大理石の高級感や風合いはなく、無機的な感じになりやすい。底布や塩化メチレンのような溶剤を含む塗料剥離剤を使用すると、表面が侵食されてしまう。また色の濃い製品では、研磨剤入りナイロンタワシや、クリームクレンザーを使用すると微妙な円の違いを生じ、磨いた部分が、うっすらと白くなるという欠点がある。 自然消化するが可燃物であり燃焼すると不完全燃焼により一酸化炭素等の有毒ガスを発生する。人造大理石も人工大理石と同じように大理石の代用品としてキッチンの流しや洗面台、風呂などに広く使用されるがこちらは天然の大理石などを粉砕しセメントや樹脂で固めた半人工素材である。外観はマーブル状なのが特徴。 コーリアンと同じように、メタクリル樹脂を使用した製品も存在する。外見から人工大理石との鑑別は容易であるが、人造大理石に似せた人工大理石の製品も広く流通している。ABC 大理石情報館 AB コーリアン、ABC クラレノーブルライト素材を知ろう。ありがとうございます。